ATL は1940年代にソビート連邦で開発された早期式砲兵トラクターである。ATL は1947年にハリコフトラクター工場で開発され、6トンの原因力と2トンの積載能力を持っていた。ATL は 122mm152mm、mm、後継りゅう弾砲、160mm240mm 重迫撃砲の 牽引に使用された。ATL の車体コンポーネントは既存の軍用トラックやトラクター、走行戦闘車両などから流用されていた。運転台部分はジス s 1 5 0あるいはジル百1 6 4のものを使用しており、走行装置は片側6個の天輪と3個のリターンローラーを持ったものであった。1950年代半ばには、 改良型の ATLM が開発された。この車両は走行装置とステアリング装置が改良されていた。外見上の違いは片側6個の天輪がややサイズの大きい5個の天輪に変わり、上部天輪が廃止されていることである。ATLM の生産は1967年まで続けられた。ATL、ATLM は ソビート連邦及び影響下にあった国々で使用され、中東戦争においては、シリア軍やエジプト軍が使用した。これを、イスラエル国防軍が露革した車両が、イスラエルのラトルン戦車博物館に展示されている。ありがとうございます。